変形した足の写真症例図外反母子とは足の親指が外側の方に曲がる病体のこと。足の甲の内側にある第一中足骨が内反し母趾が外反すると母趾の付け根の関節が突出する。足に合わない靴を履いていると突出した部分が靴に擦れて頭痛を生じる。女性に多く見られる。特にハイヒールのようなかかとが高く、先の 細くなった靴を長時間履いている場合になりやすいと言われている。幅の広すぎる靴を履くことにより足が前に滑り、ステスンの部分につま先が入り込んで圧迫され、発症するケースもある。症状の進行によって痛みを覚え、歩行や起立のたびに痛みを感じるようになる場合がある。外反母趾になると歩行時に母趾にうまく、荷重できないために趾や三趾の付け根の足の裏の部分に、 荷重が集中し、難治性の流通性のタコができる。子供や男性にも発生する。同じ要因によって、外反母趾とは逆に足の小指が親指の方向に曲がってしまう症状は内反症趾と呼ばれる。母趾の曲がった角度で診断される。外反母趾角は、足の荷重ントゲンにて第一、中足骨骨軸,軸と母趾季節骨骨軸のナス角と定義され、 その大きさによって重症度が分類される。ただし、変形の程度と症状の程度が必ずしも一致しないと言われている。女性、遺伝、ハイヒールが三大原因であると言われている。裸足で生活する民族の調査では、男性よりも女性に外反母趾が多く見られる。これは、女性の場合の方が第一、中足骨が内転しやすく、母趾が外転しやすい傾向にあることが原因である。 また女性ホルモンの影響も指摘されている。遺伝と外反母趾と関係の香港で調査では遺伝はハイヒールよりもはるかに大きい外反母趾の原因であるとされている。裸足生活者には外反母趾は少なく、古代人の足型化石に外反母趾は見られず、日本の江戸時代以前の花尾の履物の時代の書物には外反母趾の記載は見られない。 ハイヒールなどの先の細い履物がお好む女性が9割を占めることより靴が最大の原因であるとする説も有力である外反母趾の発症に影響する生活習慣は靴以外には報告されていない。ハイヒールが外反母趾の原因となるのは足が前滑りして足先が細い靴先に押し込まれる。ヒールが高くなるにつれて足先にかかる体重の割合が増える。 第一子の中足施設関節の背屈の角度と、足関節の低屈の角度が大きくなるため、中足施設関節の両側の人体が緩んで、不安定になり、かつ足の横アーチに関与する筋肉がたゆむため、会長足になる。という三つの理由にある。足には、少しの横のアーチがある。足に負荷をかけると、この足の横アーチがなくなるのを会長足という。こんにゃく足とも言う。 会長足になると、外反母趾にもなりやすくなる。足病学では、虚骨下の積雪の過剰な肝内が、外反母趾の原因であるとされ、かつこの肝内には、筋肉はあまり関与していないとされている。出生時に、外反母趾様の母趾の異常がある場合、進行性骨化性繊維形成症の場合がある。200万人に一人の難病だが、 遺伝子検査で早期診断をする必要がある。筋肉の弱りや歩行の様式が外反母趾の原因となることを結論づけた論文はない。治療法には保存療法と手術療法がある。保存療法には靴の指導、運動療法、測定板療法などがある。保存療法は軽度から中等度の外反母趾に有効とされている。 過去に報告されている、手術方法は100とも200とも言われているが、現在行われている手術法の主流は、第一、中足骨の骨切り術である。第一、中足骨をどこかで切ってその内反を矯正すると、母子の外反も矯正される。骨切りをする部位によって、縁位、筋位、骨幹部の骨切り術に分類される。ありがとうございます。